山口友は、日本の音楽家、パーカッショニスト、ハイヒンダ楽器協会の会長。愛称は、とも。祖父は、かわいい魚屋さんなど数多くの童話を作曲した、作曲家、山口康二。父は新日本フィルハーモニー、公共楽団名誉主席ティンパニ奏者であり、日本ダ楽器協会会長の山口光一。叔父は、現代音楽の分野で、 竹光徹作品の演奏などで知られる打楽器奏者の山口康則、おばは同じく打楽器奏者の吉原すみれ。またそう祖父が愛知県で霞座という芝居小屋を持ち芸者の置屋を経営していた。大変恵まれた音楽環境に育ちながら子供時代は祖父の音楽レッスンについて行けずドロップアウト。子供時代は 家族のように音楽家にはならないようにしようと考えていた。そのため、音楽大学を出ておらず、自己流で打楽器の演奏を学んだ。角田博のアシスタントとして、音楽の世界に入り、角田博とジャップ、S ギャップ、S のパーカニストとしてデビュー。もともとはドラマーであったが、角田博がドラマーであったため、同じバンドに2名のドラムはいらないということで、 パーカッションに転校した。バンド解散後、フリーのパーカッショニストとして、中山美穂、今江美樹、平井健、石井達也、大高しずる、小野正彦、中山ラビ、三宅淳、麒麟寺、空気講談など、音楽のジャンルを超えて、数多くのアーティストのツアーやレコーディングに参加。1995年の音楽劇、銀河鉄道の夜をきっかけに、配品から、 オリジナル楽器を作るようになり、現在のキャラクターを確立。2004年には、日本演芸協会の福岡歌にから、打楽器コメディアンの称号をもらい、浅草東洋館に、出演、2003年から2006年までの間、UA と共に、NHK 教育テレビ、ドレミノテレビに出演し、ともとの愛称で、子供たちにも親しまれている。小野悟、寺志徹 田中国和と結成した、魅惑のムード音楽を演奏する4人組、ブラックベルベッツのメンバーでもある。キリンジ、中島美香空気公団、小泉京子ブラックベルベッツ、三宅純央の正彦中山美穂平井健座、ストリートスライダーズ二階堂和美なす、朝子、コてるい、年行シグナルズ沢地恵ぐみ持田、香り NHK 日本語で遊ぼう、トリコアノニマス、ゆかは超音。 ゆうこいこま、野川さくら、サーカスだか、すずずぼんどずぼみわを、山本良平、ゆうえやのあいりえまさと、ピラニアンズ、エスク、エリス、エリピッツ、大木、綾野、大高、しずる、キャンカメ、笠原、ひろこ、加藤泉香の香織、キセル、アンズ、クスクス、後藤、真紀座、同様ポップス、シオン、歌子、宮原、がえ賀英、主、智子、中西、敏弘、ハイポシ、白鳥、ゆり。 大菅秀樹、ニッシュ、モア、テー、花、ケンジョーク、ボックスは羽、羽ネあやカラー、クリラ、ヒーコ、フルヤ、レイコ、マルカート、アサモト、チカ、アニメ、秋葉原、デンノー、グミ、道島、高、大楽、しびき、あや,や森川、美穂学、MC、ピジョン、S、ミルク、平山美ま、ミキ、ピラニアンズ、ピアニカ、マエタ、ミー、ツー、チナポップ、福富、秀明ナナン、中山、ラビ、山本、コーキ、村沢、サナイ、ユサミ森、ロボ、ショップ、マニュア、ブリーズ、コール、デフィート、 八重田和田えみジャップ、いすぎゃっぷえすつのだ、ひろそうン・ん、りんあらんともこはやみゆうしみずこうじろうなかやまみほしゅ、ともこいまいみきはまだまりにしゅだひかるひだかのりこバイオリンは友達、NHK 平井いけにしいたつやモーニング娘。岡本太郎シャンプー王子エスク。ありがとうございます。